そうだね、お話がありがとうだね。私携帯どこやったっけ、携帯どこ行っちまったぜ。携帯頭につけてるのカンタム、カンタムだよ。クレヨンしんちゃんのね、おあのキャラクター、おもちゃのキャラクターでございます。そう、しんちゃんのやつ。ちょっと待って、携帯持ってくる。おとと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 。私もお話ししたかった。来週まで我慢。来週まで我慢だね。おめでとう忘れた。ほっぺかわいい。ほっぺ？ほっぺ？頑張ってソロコン行きます。ありがとう。すごいたくさん今日ソロコン行きますとか、休み取りますって仕事休んできますってめっちゃね、なんかみんな言ってくれてて、土平日なんだよね。土平日なんだよ。今回土平日なんですけど、もしよかったら来てください。有給取る気まあまあです。スロ君って配信ないんですか。なんかね、ないと思う。うん、今んとこそういう話は出てないから多分ないと思うんだ。なので絶対に来てください。選曲さなつ、なんかね、これこういう曲がやりたいですっていうのは伝えてはいる。よよよよよよよ、有給取るけど当たるかな。みんなが来れるように私も願っております。確かにチークめっちゃ濃いねチークめっちゃ濃いな。倍率高そう。
頑張ってみんな来てくれ。さなちゃん大好きシート、あったね、なぎさのやつ。もうみんなが大好きだから、みんな全部が大好きシートだよ。だって私しかいないんだもん。ジルのコスメでなんか持ってるやつ、あ、そうですね、ジルスチュアートのやつが発表されましたね。とても可愛い羽ピンだったりとか、シナモンくんのだったり、私は超気に入りなのが、ちょっとあのジルさんの撮影でのコスメは今持ってないんだけど、結構パキッてした色を使った気がします。でも私はね、このジルさんのこのリップが大好きすぎて、わかるから、もうね、なくなったんよ、なくなってる。なんか毎日使ってて、普通にリップオイルとして保湿としても使ってるし、あとは普通に自分の好きなリップを塗った上にこれをやるっていうのもすごい好きで、なんかディオールのマキシマイザーより全然スースーヒーヒーしないけど、めっちゃプルプルするみたいな感じで、私は大好きです。もうなくなる、だからまた買わないといけないんですよ。超ね、可愛い、あといい匂いする。確かに、もう見て、こんな可愛いんだよ、こんな可愛いの。見た目からして可愛いし、いい匂いがします。何色なんだろうこれ、01番ジルスチュアートクリスタルフレームリップブーケ01番リップ用美容液って書いてあるよ。色はね、あんまつかない気がしてるけどね、なんかいい感じ。わあ、男性でもビールのコラボしたいです。ビールのコラボなんて最高じゃないですか。男性でもね、確かに、まあ、私たち女性のファンの方がね、本当に6、7割ぐらいいらっしゃるので、シナモンの話をしながらクレヨンしんちゃんをつけてる、申し訳ないですけど今あ、そうだ、昨日ね、仙台に行かせていただいて、イエーイ。もうめっちゃね、すっごい楽しかった。一日中超忙しかったんだけど、分刻みのスケジュールで、もう初めて車の中で打ち合わせをするっていう感じだったんですけど、朝から晩まで仙台でお仕事をね、まあ、収録とかもあったので、後日放送されるやつとかもあると思うんですけど、生放送もあったりとか、観覧もねあって、すごい急なあれだったのに観覧来てくれたりとか、すごい新鮮でありがとうございましたって感じでした。あとはなんか生放送で仙台駅で生放送させていただいたりとか、なんか仙台の方がツイート見たら、え、来てたのみたいな、仙台駅行ったら会えたんとか、ラジオ局行ったら会えたんみたいなのを見たんですけど、はい、会えましたよ会えましたよで、家族と会えてないね。家族とは全然違う、離れてるから、仙台はだから家族と会えなかったんですけど、そう、武道館とかツアーできた、あのお花衣装を着ました。牛タン食べれました。夜お弁当で牛タン食べました。それ以外はもう本当にゆっくりする時間がなくて、
もう終わったらすぐ、はい移動です、はい移動です、はい移動です、だったので、本当に忙しいかったんですけど、すごい本当に優しいですし、あっちの仙台のスタッフさんもめっちゃ優しくて、スタッフさん、その仙台のラジオ局だったりテレビ局だったりっていうスタッフさんの中にもイコラブの、イコラブが好きですっていう女性の方が多くいらっしゃって、え今日イコラブさん来てくださるんですかみたいな感じで、本当にありがたいと思ってびっくり。でした。愛されてるなって思いましたね。マジで優しいの。もうね、タクシーのおんちゃん、おんちゃんタクシーのおんちゃんが本当に優しくて、たくさん乗ったんだけど、あの衣装着てるからすっごい優しくて、ずっとなんか話しかけてくれたりとかなんかね、すっごい東京ではありえないような感じでしたね、優しくて。有名になったね、なったね。ヤギ山ベニーランドに行く暇なかった、全くなかったね、本当に1分たりともなかったね行きたいけどね。くしゃみでしょ。やだ、くしゃみ消えて出なかった。というかも。ケースプルパパー。明日もあれだよね。ファンのみんなに会えるんですよ。まあ何人かなんだけどね。選ばれし人たちと会ってきます。モーメント見た？選ばれたので楽しみです。
明日は撮影会の方可愛く撮ってください。明日撮影会に来られる方のコツとしては、焦らない。写真撮影、もう渡し会の時はもう全然もうあれなんだけど、古刹の時やっぱ焦っちゃう方が多くいらっしゃるので、焦らない。シャッターもたくさん切らないのが一番いいんです。なんでかっていうと、シャッターをいっぱい切ると私の自己我が生まれるからです。私が瞬きをするという自己我が生まれてしまうので、もう私もゆっくりがいいな。サラちゃん、はい、いくよ。はい、チーズ。あー、じゃあ次はこのポーズね。はい、チーズってやっていただけると嬉しいです。ありがたい。結構パチ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 って撮られると結構私も顔隠したくなっちゃうので、もうこれしか多分こういう写真しかなくなっちゃうから、ゆっくり、もうほんと焦らず、時間は結構たっぷりあるので、逆に余りすぎてどうするみたいな感じになるので、2人で撮る時もゆっくり撮りましょう。はい、じゃあ撮ろうね。はい、チーズみたいな感じで撮って、あとは一人のソロのやつを撮ってくれる方もゆっくり、連写っていうよりもなんかもうキメキメな感じでよろしくお願いします。サナーズのことずっと気になってて、今度お話し会参加してもいいかな。もちろんだよ、ゆいちゃん誕生日一緒。マジすごい。連写速度と、そう、連写じゃなくて本当にキメキメの可愛いショットが欲しいです。特に iPhone の方、連写し始めたら私どんどん顔隠していっちゃうから。明日は夏マットペとトイガーか。あ、ふーたん、くまありがとう。心のシャッター超高速連射してます。あ、心のシャッターたくさん切ってもろって大丈夫なので、話し会楽しすぎた、ありがとう、嬉しい。楽しすぎたなんて言ってくれたらもう私は絶対に嬉しいです。サナちゃん、お話できてよかった。うん、マロルちゃん、ありがとう。マロル、うん、あ、サナちゃんのごめんね、言ってたね、そういえば。古刹とか一生行ける気がしないね。うんだよ、うん、うんだよ。特つな、空からお金降ってくるまで待っててください。自分で稼ぎなさい、自分で稼ぎなさいよ。お金はいつものカメコの癖で練習しそうで怖い。もう絶対サナが止めるから大丈夫。あ、今練習したでしょ。ダメだよ。ダメだよ。
あ、レイラン今日もありがとう、クマありがとう。でででで猫耳、なんか猫耳やりたいです、明日っていうの結構いた。さすがのいみーちゃん。あ、確かに台風がね直撃するみたいなので、誰か大きな力で台風をどっかに追いやってくださいませぬか。お願いしたいです、誰か。あ、ねばかなたん今日めっちゃしゃべってくれてありがとう。嬉しかったよ、今日めっちゃしゃべってくれて。懐かしい大学話ができた。台風に話してみる。え、よろしく頼んだ。お誕生日会とソロコンおめでとう会のはずが、懐かしい話で戻ってしまって、しかもさ、なんかめっちゃ喋った、10分ぐらい喋ってくれたのに、もう超あっという間だった。幸せな時間ありがとうございました。素敵な思い出、宝物。あと、あとお父さんによろしくお伝えください。たくさん話しても話しても話し足りないよ、ソロコン待ってるよ。若菜タワーありがとう、ありがとうね。お父さんにもよろしくお伝えください。いわきの星ありがとうって言っといてください。明日も、明日も会おうね、若菜タン、ありがとうだ。ありがとう。ケーキは家族で食べます。お父さんも食べたがってました。ぜひぜひ本当にケーキ食べて。いいね。家族と暮らしてるのかしら。いいですね。私も実家帰りたいよ。サナちゃんちよく来る、月ちゃん絶対来るね。トゥルトゥ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 、何曜日？金曜日。金曜日か。なんか、え、今ってお盆ですか？え、今って何ですか？夏休み？もうさ、わかんないの、曜日の感覚と日の感覚が。毎日違う日を生きてるからさ。
大学の時とかさ、今日はこの授業があるから何曜日だとか分かってたけどさ、もうこのイコラブになってからもう何が何曜日で何が何日か分かんないんですよね。あ、今日は山の日、お盆ですか、お盆ですか。お盆でございます。お盆でござい、ナナイちゃん、クマありがとう。来週本校あるの？え、じゃあテレビつけられない、無理。本校やるだけで不安ですから、本当に私は無理です。今日リスちゃんの誕生日でしたね。お誕生日にさ、いいね、お誕生日にお話し会でいいね。まだ手が入ります。
初めて歌った聞いてはいたけどさ、守るプレシャス
ねえ、これさ、ショールーム終わるにも終われないんだけど、これ切ってないんですけど、ねえ、一回さ、切っていいですか？あ、もう何も浮かんやん。どうしよう。え、どうしたらいい？しかもずっとエコーかかってるし。え、どうしたらいい？コメントはね、見れてないの。だからこっちの携帯で見てるんだけど、え、どうしたらいいのこれ。携帯落とさないと無理かも。アプリごと落とさないと。え、一回落としていいですか？落とせんのかな。ちょっとバイバイ落としてみる。